パッションフォー鶴島ノアです。モデルさんと女優さんをやらせていただいてます。私の家族はお父さん以外はもう本当に反対してたので、こうお父さんだけがもう絶対に受かるから、受からないわけがないからってずっと応援してくれてたので、本当になんかそのお父さんの言葉だけでこのオーディションとかも乗り越えてたので、本当に自分が合格の電話を取ったんですけど、本当にもう塾の行く前とかに電話を受け取って本当にもう泣いて、お父さんに一番に電話しました。オーディション受けてる最中はお母さんとかも反対してたんですけど、今はもう本当にお母さんも私のマネージャーをやりたいっていうぐらい応援してくれてありがたいなって思います。でも本当にデビューした時はもう小学生だったので、もう常に緊張してて、もう撮影でこう並んでるお菓子は食べれないし、もうずっと永遠に笑って乗り切るみたいな感じのことが多くて、本当に 2,3 年目ぐらいにしてやっとその飲み物食べ物に手をつけれるようになったぐらいだったので、本当にもう人見知りが発動がすごくて、もう全然何も喋ってなかったですね。ただ笑ってました。ポップティーンに入ってからこういろんな苦労だったりとか、その大変な思いをしたな、自分的には乗り切ったなみたいなところがあって、本当に、まあ、やっぱ上下関係、先輩との関係とかもそうですけど、モデルとしてのまあポージングだったりとか、やっぱポップティーンって他の雑誌とはやっぱりまた違う感じの特殊な雰囲気なので、そういうところでいかにどう生き抜いていくかみたいな精神面とかも結構鍛えられたなってすごい感じます。声を変えてるので役の時は、そのやっぱ喉のコンディションとかもそうですし、こう表情をやっぱセリフを言う時って眉毛とか上げたりとかでこう表情筋いっぱい使ってセリフを言う方が多いと思うんですけど、やっぱ AI の役なので口、極力口と目以外は動かさないようにっていうのを心がけてるので、あんまりなんだろう、顔を動かせない分セリフとかも噛んじゃったりすることとかも多くて、そういう面ではすごい長ゼリフ、やっぱ説明ゼリフが多い役なので、そういうとこはちょっとセリフが長い日は不安だなってすごい思ったりします。表現することが共通してるんじゃないかなって思ってて、でも逆にそんななんか違うとこって言ったら本当に雰囲気しかなくて、その現場の雰囲気しか変わってるなって思うところがないので、なんかそんなにすごいお芝居の現場に行って溶け込むのに苦労したみたいなことはあんまりなかったかなって感じます。仮面ライダーのイズちゃんの役に入る時はやっぱ衣装を着た時がこうスイッチが入るなと思います。やっぱりこう家で練習しててもたまにこう役の声が出せない時があって、あれいつも出してるのになと思ってても、この現場行って衣装着たら、あいつもの声が出せてるって思うことがすごいよくあるので、なんか衣装を着るっていうのがなんか一つの切り替えになってるんじゃないかなって思います。オフの日は本当にもう引きこもってたいので、オフの日の前に仕事が早く終わったらマッサージとかに仕事終わりに行っといて、次の日はもう丸一日引きこもるみたいな感じで、もうカーテンも全部閉めてテレビつけて、ご飯は全部デリバリーでみたいな感じで、もう本当に外に極力出たくないので、でもなんか出かける日ももちろんあるんですけど、自分的にはもう一日何も考えずにぼーってして好きなことやってみたいな時間がすごい大事だなって思います。
まあ、本読むのも好きなんですけど、こう自分自身がなんだろう、詩を書いたりだとかお話書いたりとかするのも好きなので、そういうのを書いたりとか、まあでも日記つけたりとかブログ書いたりとか、本当に文章を書くことが趣味かなって思いますね。ちょこちょこなんかアイディアが、あの話の続きが浮かんだなって思ったら、ちょっとずつ書き足していくみたいな感じにしてます。最終的には、あの、死んじゃうかなみたいな人が死んじゃうみたいな話なんですけど、多分で、なんかその何気ない、なんかちょっと人見知りの男の子と、ちょっとなんか何考えてるかよくわからない積極的な女の子が、こうちょっとずつ距離を縮めていくみたいな物語かな。情熱を注いでるものって聞かれた時に、やっぱりこう、まあ、本だったりファッションだったりメイクだったりとかすごいたくさんあるんですけど、やっぱり一番注いでるものって言ったら何なのかなって考えた時に、そういうファッションだったりも自分のためにやってることなので、こう自分自身に一番時間もお金も自分はかけてるなって思うので、自分自身に情熱を一番注いでるんじゃないかなって思います。変なところで完璧主義みたいなところがあって、こう自分の中で自分の理想像があるんですけど、常に毎日それは変わっていくものなんですけど、そこに自分が達してないとちょっと嫌だなとかイライラしちゃったりとかするので、常にもう本当に毎日毎日新しい自分になれるように、こう自分の納得いく自分になれるようにしてますね。0か100が好きなんですけど、もうなんかやらないんだったら何もやりたくないし、やるんだったら完璧にやりたいみたいな、4つなんか何かがあったとして、こう全部欲しいけど1つだったらいいよって言ったら、なんか1つならいらないってなってましたね、ちっちゃい頃から。4つ買ってくれるんだったら欲しいけど1つなら別にいいって言ってました。好きな部分も嫌いな部分も一緒で、考えすぎる性格とこだわりが強すぎるところかなって思いますね。やっぱりこだわりが強すぎるのって、やっぱ個性だからいいねって思ってもらえることも多いんですけど、まあ時には頑固だねとか言われちゃうことも多いですし、で考えすぎるっていうのはなんか時にはこうなんかいろいろ考えて、なんかいろんな想像力が広げられるんだねって思われることもあれば、なんだろう、ネガティブだねとかそういう風に感じられることもあるので、なんか好きでもあるし、ちょっと直したいなとも思いつつ、好きだから直せないみたいなところはあります。ミステリー小説が好きなんですけど、そういう作品に出演できたらいいなってすごい密かに思ってます。なんか人間的な面では心に余裕がある人になりたいなって思います。心にやっぱ余裕が持てる女性って、こうなんだろう、ゆとりがあるというか、すごい素敵だなって思うので。 Wiggle Wiggle Wiggle